1点の重みってやっぱサッカーは大きすぎるから、いろいろ変わると思う、確実に。日本は結構多い。福井さん、こんにちは。こんにちは。またこれも昨今ちょっと話題になってる話で VAR ですね、なんかめちゃくちゃ得点取り消しというか、まあ、直近もまあいろんな世代とか、まあ、ユーロとかあったんですけど、そうするとずる賢さみたいなところとかも消えていくんじゃないかって思うんですけど、なんかそういうのって福西さん的にはいいのか、まあちょっと議論すべきなのかみたいなっていうと、どういうお考えですか？僕は観点だと思います。ずる賢さとかが、あったっていうのは、レフリーが機械的じゃなかったとか、映像に残らないところの部分での駆け引きでもあって、そういうずる賢さっていうのは生まれたと、なんで今回 VR がすることによって、しっかりとゴール前での得点っていうことに関しての審議をしましょうということなので、得点に関しては僕はしっかり、1点の重みってやっぱサッカーは大きすぎるから、やっぱそういう面では機械的な部分でもしっかり見つつやっていくっていうことではいい部分、だと思います、まあ、だからこそその駆け引きずる賢さっていうのは減っていくことは減っていくでしょうね、やっぱりね、ブロックするっていうこともよくあるんですけど、こうコーナーとかでもそうだけど、フリーにするために相手をブロックするとか、ちょっと引っ張ってしまうとか、まあ、そういうのはもう映像残ってたりするとなかなかできなくなるんで、基本的にはそういうのがなくなっていくはず、やっぱそのルールが決まった以上はそのルールに従っていくわけですから、そのずる賢さっていうのは減っていくと思うんですよ、そこで言うと、でも世界はもうどんどんいろんなレベルが上がっていくわけじゃないですか、かつそういうとこと戦わないといけないってなった時には、真面目にやりすぎても良くないっていう、真面目にやりすぎても良くないことは良くないよね、そこのギリギリのラインをどうやってやっていくか、あとは1点入れられないためにディフェンスとしてはね、逆にディフェンスはそういう観点でいくと抵抗をやったりとか、接触をやめたりとか、ペナルティエリアの中で足出すのをやめたりとかっていう風にはなってきてるよね、ってなるとやっぱ得点がねこうしやすいようなルール上にはなるとは思うんですけど、結局フォワード陣もじゃあ手で抑えながらシュートするとかってね、場所を確保しなきゃいけないから、どっちもが確かに、ね、そういうところでファールなのファールじゃないのっていう線引きはめちゃくちゃ難しいわけ、ブロックなのか押したのか、確かに、でだって動いてるから、よくね映像だけ見たらファールだよねってよくこうテレビとか見るとね、あるけど、結局でもサッカーの流れからしたら、抑えてるとか、まあ、ジャンプした時に顔に手当たるとか、なんかそういうのはね当たり前にあると思うんで、そこが駆け引きになってくるとは思います。今度はそれのずる賢さが出てきてるなと思ってるんで僕は。お、そうなんですか。逆にフォワードが VR って言ってなんかバーンってこうファールをもらいに行くような形、今まではシミュレーションとかねよくあったけど、今度はぶつかりに行ってファール受けたみたいなこともあり得るわけじゃん。確かに、そこで PK をもらうとか、そこで PK をもらうもそうだし、もうちょっと浮かして手に当たるかもしれないことをすればいいとか、ハンドにして、ハンドにしちゃう、だからそこの基準もすごい難しいなと思います。これは VA があって、じゃあそれをレフリーが主審に対して言うわけよ ね、 そうですね、こういうこと起きてますよ、ありましたよとか、で主審の判断で、まあ、それを見るか、見に行ったりするでしょ、あれ見に行くか見ないかっていうのもレフリーの判断なんで、今度はレフリーの判断でそれをどうするか、でも映像を見たらファールだよねってなっちゃうんで、これがヨーロッパと日本の差は今出てると思います。日本は結構 VR が多い、多いですね、多い多い、レフリー、ユーロとかもそうだけど、いろんなねその局面でやったらもちろん見た方がいいし、いい、目で見えないことが多いわけだから、オフサイドとかっていうと、もう映像がないと分からないわけじゃん、こんな一瞬の蹴った瞬間につま先出てますかとかって、手出てますかとかもう分からないから、確かにそれは VAA で見たらいいよ、ファールとかのところのせめぎ合いは僕は増えていく、逆に形が変わって増えていくんじゃないかなっていう予想はしてますけど、確かにこれはもうどういう観点で見るかですよ。確かになんかめちゃくちゃやりづらくなったのかなって個人的に思ったんですけど、ああいうユーロのノーゴールですみたいな、なったらなんか逆に VAR を使ってずる賢くしてくる選手も出てくる、まあ、出てくるかもしれないですよね。あ、その観点は確かにありえますね、でもシュートしてる選手全然関係ねえけど向こうでファールでした、だから得点なしですよ、今まではなかったことが、今はもう映像映ってるから点入った前のシーンがファールでした、どこまでじゃあ遡るのかとか、そういうのはやっぱもう
人が決めるんだよ。うん、まあ、その辺は人によってのレベルの違いによってもまた違うわけで、うんまあ、そうなってくると今まで通りレフリーの人の基準っていうのを早く選手は理解しなきゃいけない、うん、あなんかそこってやっぱ福西さんも A 代表の時とかって結構意識してるとこですか？俺レフリーめちゃくちゃ意識してたから。あ、そうなんですか。うん、レフリーが相手の選手の一人ぐらい意識してるから。あ、だってレフリーが裁くんだもん。確かに、うん、で接触があるタイプのファイターっていうか選手だったら、はい、どこまで行ったらファールなんだろう、どこまで行ったらイエローカードなんだろうって、もう人によっては変わるわけでしょ、はいはい、だからそれを常に分かっておかないと。確かに自分がどこまで行けるかな、うん、どこまでやれるかな、うん、やらなきゃいけないのかな、うん、っていうのを決めていかなきゃいけないんで。確かにその線引きするのはレフリーなんで。まあでもチームメイトでは結構こうカッとなってレフリーに抗議する人、抗議したらもうイエローカードでしょ。はい、じゃあそしたらイエローカードもらったら次激しいプレーできなくなるし、確かに次退場したら大きく試合展開が変わっていくわけなんで、うーん、そこは言っちゃいけない人には言わないし、激しく言っちゃいけない人にはやらないし。確かに、ええ、でも相手には負けたくない、負けられないわけなんだから、うん、それは僕はすげー意識します。いやそうですね、相手のもう一人っていうところは、うん、その観点面白いですね。そう、敵じゃないんだよ、基準を決める人なんで、うん、相手は勝敗においては重要だから相手は意識するのは当たり前ですよね、サッカーで言う、はい、なんだけどレフリーはそれを決める基準の人なんで、うん、やっぱそこの基準を自分の中でも基準を決めていかないとプレーは変わっていくと思います、うん。やっぱやりづらい、レフェリーの時は本当やりづらいみたいな。めちゃくちゃやりづらい。へー、やっぱこう激しくいったらイエローカード出すとかっていうとやっぱやめるし俺も。あーそうなんですね、うん、いやー、まあ、それはそうですよ、結果出さなきゃいけないし10人になったら不利になるし、うん、逆に自分がイエローカード先にもらっちゃうと消極的なプレーをせざるを得ないし。そうですよね、こればっかりはもう意識した方がいいと思う。わかりました、まあ、今度のパリオリンピックでもなんか採用されるみたいなんで、うん、これはまたいろいろ荒れそうですね。いろいろ変わると思う、確実に、うん、ね、オフサイドのギリギリとかっていうのはね、もちろんまで入って線引かれたらもう分かるにしても、うん、今度はじゃあペナルティエリアの中であった出来事とかなのか、うん、その点取った人じゃないところの観点なのか、うん、ハンドなのか故意なのか故意じゃないのかとか、うん、確かにもういろんな状況はもうそれを踏まえての今はサッカーになったってことね。あ、それを視聴者の方とか、まあ、サッカー好きの方とかも、うん、ある意味それを踏まえた上でのサッカーっていうことで見てもらいたいなと思います。うん、わかりました。ちょっと今日は VAR についていろいろ聞いたんですけども、またこういう話もちょっといろいろ聞いていきたいのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。